デアトレインはサンフランシスコ国際空港にて運行されている全自動無人運転車両システムである。当路線は4億3000万ドルの建設費用でボンバルディアによって建設された空港内シャトル路線であり2003年2月24日に開業した。2路線が共に24時間運行されており、総路線距離は1 0トルである。すべての車両で車椅子でも利用でき、 賃貸移動カートを乗せることが可能である。車両はカナダモントリオールのボンバルディア製イノビア,アプム100。車両を38両保有、運用している。同型車両はタンパ、デンバー、アトランタ、オークランド、シアトルタコマ、ヒューストンおよびマドリードの国際空港でも使用されている。エアトレイン車内のシステムマップエアトレインの内装エアトレインはレッド線及び ブルー線の2つの路線で運行されており、両方とも2.5分間隔で運行している。旅客がエアトレインに乗らずに徒歩でレンタルカーセンターにアクセスする場合、徒歩で約25分かかる。そのため、旅客がレンタルカーセンターにアクセスするためには、エアトレインに乗る必要がある。エアトレインは SFO の駐車場から空港へ向かう路線が存在しない。 そのため駐車場から空港にアクセスするためには無料シャトレバスを利用する必要がある。レンタルカーセンター駅の終端から空港の駐車場までは約550メートルしか離れておらず、もし建設に必要な資金を調達することができた場合、将来的に道路線が駐車場まで拡張される予定である。2013年12月現在、既存の駐車場のすぐ南に、 さらなる駐車場の建設が進行中である。この新しい駐車場は将来のエアトレイン延伸に対応している。そのため、空港は建設費用が全体で8500万ドルがかかると予想されるエアトレイン拡張の建設のためにサンフランシスコの市及び軍から6770万ドルの予算を求めている。エアトレインの運賃は無料である。これは レンタカー会社によって請求される 20US ドルの空港使用料に運賃が含まれているからである。国際線ターミナルのエアトレインの駅はメインホールの両端のチケット販売より一つ上の木座橋に位置している。ターミナル1、ターミナル2及びターミナル3の駅は国内線駐車場の5階にあり、かつセキュリティチェックポイント B、セキュリティチェックポイント D 及びセキュリティチェックポイント F の 近くよりアクセスすることができる。ありがとうございます。